はい、ではこの動画では頚椎ヘルニア、首のヘルニアになってしまう本当の原因の1つ目ですねについてお伝えの方をしていきます。はい、ではまず1つ目の原因は何なのかと言いますと、こちらですね、姿勢の中でも特にこれですね、骨盤の歪み、これがかなり影響します。結構首の症状、腕の症状とかが出るので首ばっかり思いがちなんですけども、実は首だけ治療しても治ることはないです。で、ほとんどがこの骨盤の歪みから来てることが多いんですね。で、どういうことかと言いますと、ちょっと簡単に絵を描きますね。これが横から見た人間ですね。で、頭で骨盤、膝、足ですね。で、こういった横から見て一直線の姿勢っていうのが正しい姿勢なんですね。ただここで骨盤が歪んでしまう。で、骨盤っていうのはやや前に倒れているのが正常なんですけども、歪みが出だすと、パターン違うんですけども、一つ例を出すと、こうやって後ろにダランと、このパターン多いですね、ダランとなってしまう。こうなると膝が曲がってきてしまうんですね。すると上でバランスを取ろうとするので、こういった姿勢になります。で、こういった姿勢になると、この時っていうのは骨の上に頭が乗るので首にかかる負担っていうのはすごい少ないんですね。ただこうなると頭の下に首がないんですね。なのでここにかかる負担っていうのはすごい増してしまうんですね。で、ここばっかりちょっとマッサージしたりとか注射したりアプローチしたりするんですけども、原因っていうのは実はこの土台の部分から歪んでるから、首に負担がかかってるってことが多いんですね。これを知らないといつまでたってもヘルニアの症状が治らない。で、実は骨盤の歪みが原因なのに手術してしまうっていうケースも実はあったりするんですね。なのでまず首だけじゃなくて、こういった姿勢、特に骨盤の歪みが影響するということをぜひ覚えておいていただければなと思います。はい、それでは1つ目の原因は以上ですね。